明治安田 J1 リーグ第4節。黒田剛監督率いる町田ゼルビアは北海道コンサドーレ札幌に勝利。暫定ながら単独首位に躍り出ました。本当に苦しいゲームでしたけども、最後まで選手たちがよく走ってくれたと思いますし、すごくこう価値のある一勝だったなというふうに思います。続いては J リーグ YBC ルヴァンカップ。ファーストラウンド1回戦、八戸はホームで金沢と激突。0対0で迎えた後半31分、八戸はピンチの場面で谷口選手がビッグセーブを見せると、試合は0対0のまま PK 戦へ。負ければ1回戦敗退となる一戦。金沢の3人目、またもや谷口選手が立ちはだかります。最後は八木下選手がきっちりと決め、接戦を制した八戸、2回戦進出です。次の相手は野辺地町出身、柴崎岳選手が所属する J1 鹿島アントラーズ。来月17日プライフーズスタジアムで迎え撃ちます。この大一番お見逃しなく。続いては前澤選手とは以前沼津で一緒だったということで。そうですね。どんなこう仲なんですか。どんな仲そうですね、僕は大卒1年目で、はい、入った時だったんで、すごい怖かったです、その時は。怖い夢じゃないんですけど、怖かった。いや、自分では分かんないですよただメラメラ時期。いや、メラメラやってた時期で、今が八戸に来られて、はい、今の前澤さん見ての印象はどんな感じですか。そうですね、もう全然余裕ですね優しい感じ。そうですね、はい、もうだいぶ優しくなって、はい、今シーズンから八戸に加入したディフェンダー藤崎智樹選手と、4シーズン目を迎えたミッドフィルダー前澤幸輝選手、2人は以前沼津で共にプレーしたことも。息の合ったコンビネーションに注目です。第2節の相模原戦では藤崎選手のパスを受けた前澤選手が起点となり、惜しい場面もありました。長いのは前澤さんになるってことですか。そうですね、幸輝くんが一番ですかね、あと翔くんと。あ、そうか、本日選手も沼津の時ありましたもんね。前澤選手から見た藤崎選手は何も変わりなくという感じですか。どうですか、印象は。変わんないですね大卒から来た藤はまあなんか優しいというか、はい、まだふわっとした感じはあったんですけど、ディフェンスのラインからボール奪ってドリブル、ドリブルからのフォワード並みのゴール、沼津の時決めてたんで、はい、やっぱ守備だけじゃなくて攻撃にも磨きついてたなとは思いましたけど、はい、攻撃的ディフェンダーというかそういう感じのプレースタイル、うん、でも結構点取れるっすね、セットプレーとか、うん、じゃあ得点にも期待していた。そうですね、早めにやっぱ点取りたいですね、うん、まあ、でも守るのがまずは、うん、大前提なので藤崎選手から見た前澤選手の印象は。僕は高校の時から名前は、はい、聞いたことあって、はい、でも全然会ったりとか話したことなかったんで、うん、はい、で大学行って本当それこそ専修大学と戦った時に、あの人かって感じで、はい、当時すごかったんで。すごかった、はい、当時ってよくないな当時から その時こうメラメラしてる感じだったんです。もうギラギラでしたね、はい、本当上手くて取られなくて、すごいやっぱシュートへの意識がすごかったんで、めちゃめちゃ点取ってるイメージですね。そういうタイプでした。もうゴールだけしか狙ってなかったです昨シーズンは結構また点取られたじゃないですか。そうですね、7点ですね。7ですね、7ですね、すごいすごいな、変わってないですね。変わってないですね、やっぱやっぱそうだ、当時も今もすごいってことなんですね、はい、藤崎選手は雪国での生活も初体験。子供たちも本当雪見るの初めてなんで、最初そうやってね楽しめるじゃないですか、はい、雪で、はい、ね、4年も経つとねだけで続いては注目の試合をピックアップ。明治安田 J3 リーグの結果です。
ホームでの開幕を迎えた八戸は9位の富山と激突。前半11分、佐藤選手からのパスにオリオラ3年選手、相手ディフェンスの隙を突き先制。八戸のゴールハンターがチームに勢いをつけると、前半終了間際にはペナルティーキックを獲得。キッカーは今シーズン加入した永田和馬選手。これをきっちりと決め2対0、八戸はリーグ戦初勝利。地元のサポーターを沸かせました。次のホーム戦は明日、プラスタで長野を迎え撃ちます。 J2 昇格を目指すチームをスタジアムで盛り上げましょう。続いては再び藤崎選手と前澤選手に伺います。雪国暮らしは初めてだという藤崎選手、八戸での生活は？出身千葉 で静岡にいたんで、本当雪と無縁だったんで。ですよね、はい、こんなに雪降ってもうやばかったですね。雪かき道具県外の人はやっぱ持ってないから、もう車が出せなくてって話も聞いたんですけど、その当事者だったりします？いや、僕はしっかりスコップ買ってあったんで、はい、しっかり雪かきその辺は前澤選手からのアドバイスですか？いや、違うな違うルート、はい、その辺の情報は全然全然、はい、全然こんなに雪が降るなんて情報持ってないんで子供たちも本当雪見るの初めてなんで、駐車場で子供たちと雪合戦したりとか、あとは奥さんと一緒にこの幼稚園行ってるんですけど、幼稚園行ってる間に雪だるま作ってきました。奥さんと、はい、2人で。いや最初そうやって、ね、楽しめるじゃないですか、はい、雪で、ね、4年も経つとね、どうですか？もう見るだけで最後に今シーズンの目標をお願いします。まあ、1年目なんで、うん、まあ、本当にファンの皆さんにこう多く名前を知ってもらったりとか、顔を知ってもらったりっていうのがやっぱり一番ですし、まあ、多く勝って、皆さんと喜び合いたいなっていうのが一番ですね。前澤選手は5点からの5アシストのところは、まあ、確率に取っていきたいなっていうのはあるんですけど、ホームで点決めてないんですよ僕あんま。あ、そうでしたっけ？結構アウェーで取るんですけど、ホームで喜んでゴールあんまいけてないんで、ホームで決めたらみんななんか名前覚えてくれたり、お前ぞってなるじゃないですか4年目じゃないですか、8度目。やっぱゴール決めた選手とかにやっぱこうみんな行きがちじゃないですか、メディアも含めて、メディアも含めてそして前澤選手が気にしていることがもう一つ、それはホームでやっぱなかなか勝ててない試合が続いちゃったりしてるところはやっぱ、まあ、アウェーはもちろんですけど、ホームでどんだけ、まあ、多くの人と喜び合えるかっていうのがすごい大事になってくるし、本当にそこにつきますね今年は。ホームでというところに、まあ、強いこだわりを。で、僕が決めて喜んで前澤前澤みたいなそこまで行きたいですね。行きたい。ちょっとその映像をちゃんとこっちでも抑えなきゃいけないですね番組を締めくくるのはキッズチャレンジ。今回はドリブルタイムトライアル。ラインメール青森 FC U12 から6年生が挑戦してくれます。6年生の部はご覧のトップ3、ランクインには17秒以内が条件となります。最初に挑戦するのは浅利光大くん。夢はプロの世界でデュエル王になることです。記録目指して頑張ります。よーい、スタート。落ち着いたドリブルです。勢い乗りますが少しもたついたか。折り返しは安定しているぞ。おっと、少しバランスを崩してしまいました。頑張れ。フィニッシュ。タイムはどうでしょう。
ただいまのタイム20秒96。うわ、勢いはありましたがトップ3の壁は高い。続いての挑戦者は小笠原ルオン君。クロスボールが得意なミッドフィルダーです。頑張るぞ。よーいスタート。安定したボールさばきでスタートしました。これはいいペース。丁寧に折り返します。さあラストスパート。おっとリカバリーも素早い。気になるタイムは。ただいまのタイム22秒09。ちょっと慎重になりすぎたでしょうか。でも2人ともナイスドリブルでした。番組ではキッズチャレンジに参加したいクラブを募集中です。ドリブルタイムトライアル、キックマト当て、どちらでも OK。 番組ホームページからご応募ください。